もしさ、本当にやりたいことがあるとしようよ。で、それをやらない毎日を生きてるわけでしょ。で、もしさ、やったってなったらどうなる？1年後どうなってると思う？今。もし今本当に踏み出して、飛び出して、実際にやってみる。もちろん周りの人はやめろって言うよ。もちろん友達、家族はやめろって言うよ。でも君はそのままでいいのかいっていう話なんだよ。もしこの宇宙はあなたが踏み出さないと夢は叶わないっていう風に作られてたらどうする？で、それをファインドアウトできる、それを調べるには一つの方法しかないと。やるしかないってなってたらどうする？失敗できないっていう風になってるかもしれないんだよ。でも何を待ってるの？ずっとやりたくないこと、仕事、本当にやだ。何を恐れてるの？この美しい地球っていう星で、その太陽の周りをぐるーって飛んでるだけで怖いものないぜ。失敗したっていいじゃん、ハッハッハって言って、で、みんなこれを飛び越えていってるんだ。で、これをこの最初の一歩を飛び越えて、そうするとドアが開くんだよ。え、マジ？こんな楽だったの？こんなに簡単に手に入れることができたの？っていうのは分かるんだよ。で、もちろん辛い日も来るぜ。で、もちろんタフな日も来るぜ。でもそれをやり続けるんだよね。で、そうすると夢が叶うと思うんだよ。そう、本当に自分がやりたいことがあったらやってみようよ。それを明確にして、で、どうやったらっていうのは置いといていいと思うんだよね。どうやったらそうなるんだろうっていうのは後で来るよ。今必要なのはやるっていう決断、やるっていう決断、その道を踏み出して、その最初の一歩を取って生きていくっていうこと。だってそこにはあなたがいるんだよ。That's my message. Thank you for checking out the video. Now see you next week.